西武ライオンズ29勝68敗、これでも100敗は不可能という事実。残り44試合で12勝32敗でようやく100敗達成だけど、残りたった44試合で借金20稼がなければいけないって考えたら、これも不可能だろ。初年度楽天のヤバさがわかるな。その楽天でもすらだからな。さらにここから負けが加速するから問題ない。あと13勝もできるわけない。96敗ヤクルトみたいにブーストかけろ。松井一夫が鍋球よりも勝ってたからな。来年は最初から鍋球だからギリギリで100敗北いけるペース。今のペースで行くといけそうなのが怖い。和夫って西武か楽天しか監督選べないから、どちらにしろ積んでた未来なの。すごい。ちゃんと和夫に謝ったか。和夫のせいにしてた西武ファンさ。和夫マジでかわいそうだよな。どうしようもないこともあるんだよ。初年度楽天ってマジで弱かったんやな。100敗を達成するかなんて現時点でわかるわけないし、可能性は全然あるのに。地味だが源田には戦後の規定打席到達者における最低打点記録もかかってる。ビジターなら平然と10連敗超える今の中日さん、試しに1年間名古屋ドーム取り上げたらどんな成績残すか気になるわ。ご視聴ありがとうございました。